世の中には同じ顔が3人いると言われております。カカカカカカ、試合でカカドッペルゲンガー2人投入して3人カカドッキリ。さあということで、今回のターゲット混沌陰菌タムシブースタータムシ淳之介さんです。今回まあ偽企画であるね試合を予定しているんですけど、まさかカカカカカカあれがね同じ試合に3人、しかも3トップで今回やりたいと思います。ただセンターバックカカに関しては攻守レベルの方を攻撃的にしてセンターバックからこう上がります。なんで後半前線にはカカが3人いるというねことになってめちゃくちゃ混乱すると思うんですけど、この1人ね試合の中で同じ同盟選手が3人並んでこうねまとまった状態で出るってことは史上初かなと思います。そして1人目のドッペルカカなんですけど、セカンドトップ、まあ、18歳なんでレベルかなり上がるんですよね。能力の方がこんな感じです。素晴らしい、非常に素晴らしい。このカカは2トップ、もともといたカカ、本物のカカをセカンドトップで使って、このカカもセカンドトップで使います。2人目のドッペルカカ、こちらセンターバックなんですけど、かなりねあのディフェンス能力強いんですけど攻撃参加させるんでオフェンス全振りさせていただきました。瞬発の方が88という感じで上がっております。オフェンスセンスも上げておりますんでね、後半この状態で挑みます。2トップカカ、そしてセンターバックのど真ん中にカカ置いておりますんで、これで挑みます。そしてさらに後半の間ぐらいいいタイミングで攻守レベルをマックスにします。するとカカ3トップの完成でございます。いやー頑張ってくれよ、本当にカカなんだからな。ということで大混乱すると思うんでね、楽しんで見てみてください。ブラジルスカット VS スペインスカット代表対決、久しぶりに、まあ、やっていくんですけど、なんと俺がブラジル代表を使う日が来ましたよ。いつも俺がさ結構ブラジルは使うこと多いわけよ。ほんとシャラくせえな。ただ A さんもね最近ブラジルちょっと仕入れてきたりとかしてるから。いやそうよ、結構仕上がってんのよ俺。まあ今回はちょっと譲ろうかなと。ということで、うん、先輩はスペイン。でもスペインも結構いや、スペインめちゃくちゃいいよ。で今回なんですけど、まあ普通にいつも戦ってんじゃん。そうだね。じゃなくて1個ちょっと面白いことを企画にしたいなと思って、自分がこの11人の選手で1人指定していいんで、うん、その指定した選手のその名前で決めたら2点。かしこまりました。その指定した選手のその名前で決めたら2点。その指定した選手のその名前で決めたら2点。ということでまずはスカット紹介からやっていきましょう。ということで僕のフォーメーション5212ロングカウンター、ゴールキーパーエデルソン・モレス、ファイブバック左からロベルト・カルロス、マテウス・トゥーレル、マガリャンイス、マルキーニョス、ダニーロ、ダブルボランチジーベド・シューバー、ファビーニョ、トップ下ジーコ、ツートップ左セカンドトップカカ、右センターフォワードロバーリオ。最近結構みんなロバーリオで、じゃあ先輩だったら誰が指名されたら嫌な人ってなんかいる？ロマーリオ。あーじゃあそこはちょっと嫌ってことで、じゃあその隣の俺カカにします。言ったからやっぱそれだったらロマーリオじゃないのか。いやだからその言ったやっぱかわいそうじゃん、嫌って言ってたのかさ。以上です。かしこまりました。はい以上です。かしこまりました。はい以上です。かしこまりました。はいスペインスカット、こちらでやらせていただきたいと思います。フォーメーション4141のショートカウンターで、チンパワー2773ということで、ゴールキーパーカシージャスと、フォーバックが左マルコス・アロンソ、イニゴ・マルティネス、懐かしい、プジョル、ソレール、ミッドフィルダーが5枚で、ボランチ・ロドリ、左ファティの右フェラントーレス、トップ下2枚、グーティーとイニエスタと、最後センターフォワードフェラントーレスということで、フェラントーレスとフェルナンド・トーレスが2名おります。だからこれさ、要はさ、さっき名前言ってたじゃん、トーレスはトー、まあトーレスだったらさ、いやダメよ、違うじゃん、全く同じじゃないじゃん、まあ、ワンチャンそう、まあ、全く同じことまずないとは思うけど、まあちょっと、いやワンチャンありかなと思って聞いてみたんだけど、ダメ、まあ似てるけどね、フェラントーレス、うん、フェラントーレス、いや名前つったからさ、いや表記名ね、ただ逆に表記名だといいと、いいでしょ、ちゃんと思うでしょ、表記名ならいいでしょ、しっかり表記名で名前、まあ完全一致じゃないとダメということで、そうそうそう、でなんか俺に聞くことない、なんか指名してほしくない選手は、フェルナンド・トーレス、じゃあフェルナンド・トーレスでいくよこのフォーメーションだったらどう考えてもセンターフォワードが一番決めるから、マジかよ、もうトーレスでいきます。行くか、じゃあ行こう。よし、お、ロドリ絶好調、こりゃ真ん中硬いんじゃねえかい。
いや本当におめでとうございます。え、だけど俺辞任するってこと、今後リバプールの監督って言ってたよな。俺今クロップにない、クロップってことでしょ。だからクロップがいなくなるからその代わりってこと。あ、ね、その後の監督ってこと。うん、だって次って書いてなかった今。次のって、次って書いてあったんだ。うん、いやもう、いやただブラジルはね、やっぱ俺の方がいい面揃ってると思うんだよ。おっ、いやーカカ、え、てかカカやばいな。そうだよ、カカ似てんだもんな。カカ似てん。で、うちはトーレスだから、うわぁ早い、危険危険危険。え、なんかやっぱロマーリオでも全然やっぱ点決まってきそうだな。ただ、カカはやっぱ飛び出してくるのが怖いな。え、もしかしたら、おお、え、来た。いや、マジかよ。来ました、これで。うわ、2-0かよ。フェラントーレスで2。フェルナンドね。あ、フェルナンドだったっけ。いやー、綺麗にいったな。ロベから突っ込んでったのよ。彼捨てれるけどね。2点はでかいんじゃない。やばい、だからカカにさえやられなければ。いやでもとりあえずはあれシャドウだから、そう言っとけばさ。まあ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 ってさ。負けた。あ、ジーコ、いやーばいなこれ。何点級みたいな。いやフェルナンド・トーレスもさ、俺さ相性悪いのよ。あー、いいねいいね。こっから、はい、お、やばい、あぶね。うわとりあえず1点きたか。そう、まだ負けてるぞこれじゃあ。いやこれ、ね、これマジ2点もあったなぁ。マジか。カカで、まあとりあえず行かれなかったのをもうプラスと思うしかない今のは。ここはまた2取ってちょっと点差広げたいね。ここは動き、うわ、あれ、マジかー、やな位置取ったな。やってこい、やらかした。大丈夫、こっからとんでもないこと起こるけど、起こる気がしょうがないわ。なんかいやだから肩に決められ続けたらやばいよ。確かに確かに、マジか。いや予言します、これからとんでもないこと起こります、多分。うん、そんなに肩で決めまくります。ああ、それはやばいわ。はいはい、さあトーレスで最後決めてくれ。ちょっとまだ遠いな。なんか分かりにくいな。あ、来た。え、いやー、正面。え、まだあるぞ。バイバイバイ。いやー、ダメ。決めとけ、1点。グティ邪魔したな。いいぞ、いいぞ、いいぞ。お、トーレス。あー、危ねー。真ん中硬いわ。ただ、フェルナンド・トーレスはもうあと疲れさせときゃいいから。よし、ロマーリオ、あ、やばいやばい。いやいやー、叩いた叩いた。2点いかれるわけにいかないからな。ん、やばい、 OK。あとはあれで反転できればって感じだな。あ、オフサイド。いや、スペインとブラジルやっぱメンバー豪華だ。てかでもさ、あんま見たことないね、スペインとブラジルの試合。うん、トレス倒れてる。早く来てくれ。あそこは安心か。うん、一回トレス気にせず同点にしとくのもありだな。お、うわー、変に戻しちゃった。クリス、ナイス。うわ、うわ、いやー、絶不調。ただあそこトーレスじゃない。くっそ、曲がりアイス。曲がりアイス絶不調なんだけどな。さっきもなんか曲がりアイスに止められた気がする。あー、うわぁ、ナイス、やばい。
いや、待って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 。おお。いやーなんか2点のプレッシャーがカカばっか目を追っちゃうわいやーなんか2点のプレッシャーがカカばっか目を追っちゃうわ来た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 いやいやプジョルいいな止めてるぞさあここで逆転しようトレス来いそっちのトレスじゃないいいねうわーこれいってうわーマジかまあ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 そうちょっとあれだなもう選手は交代できないからトーレスがあだけど低いな83かやばいってかめっちゃ目乾いてきたわ気合い入れよってかもうてっぺん超えるぞん時間マジマジでえあと10分でもういつもメンテナンスの時はこうなんだよ大概な気合い入れろよし。しかも今自分に優しくしてなかったかなんかあんま気合い入れろの叩くがさあんま強くなさそうだった気がしたけど気合い入れろの叩くがさあんま強くなさそうだった気がしたけどふいかふいかいや怖えいやカカ危険だからな確かにいい抜け出しおあ惜しいカカあ、惜しい。カカ。てか、マルキーニョスなんか位置高くね？高いね。あ、だってディフェンド、あ、あれか、攻守レベル上がってるからってことかもしんないね。てか、点取り来たね。ん？何？あ、もう。ん？だって攻守レベル2上げてる。いや、気づいたか。だけど、その分守備開くから。やばい、カカやばい、カカやばい。あ、確かに。あぶね、クリア、オッケー。やばい、カカやばい、カカやばい。あー、ジーコやん。何、攻めづらい。あー。いや、強えな、ロメカル。マジか。うおー、危ねえ。めっちゃ上がってる。カカってウィングで使ってる？カカウィング。あウィングか。うん。カカウィング。あウィングか。うん。カカってウィングいけんだっけ？あセカンドトップで。ああそういうことか。そうそう。セカンドトップか。よし行けカカ。ナイス。いやーやめてやめてオッケー。ウィングー。カカスピード速いんだっけかスピードある、ね、スピードはそんなでもないある怖えなあっやばいあれカカだよなあ危ねうわマルキマルキーニョス全然なんだけどいやーマジかあくそ危ねえうわジーコでカカえ、ちょっと間違えてない今え今間違えてなかったえ、俺なんか間違えたあ、来たよしいや、マジかやぶね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 あれそりゃ点欲しいさ俺のここにも、あれここああ、いいのかうんあれここにもあれここああいいのかうんよしいやーよしああマジでそれ厳しいそれは厳しいナイスここにカカがいるあ、カカやな。あ、マルキーニョスか。ねえ。マルキーニョスずっと上がってんだけど。あー、当たっちゃった。うわ、ダニーロ。カカからマルキーニョス。おい、マルキーニョス下がってくれよ。やっぱ攻守レベル上げてるからかな。
確かに。まあでもめちゃくちゃ攻撃的だね。俺はちょっと攻撃的。え、これはいやー今2点あったぞ。え、今やばかったわマジで。え、いやどっち、ちょっとどっちか分かんなくなった今。うわー、カカ。うわー、カカ。いや、やばい、カカだ。あれ？カカだよね。カカだ。カカは今ね、セカンドトップやってる。うん。いや、やばい、カカだ。やばい、これ。まずい。いやー強えな空中戦。さすがにね、やっぱ上がれマルキーニョス。あ、ナイス上がれマルキーニョス。あ、ナイス。ん、いや、あー、やばい。怖い状況だよ。よし、このまま勝てるよ。行こう。うっ、待って、なんでカカイ、クソ。うっ、待って、なんでカカイ、クソ。いやーマジか。うわっ、あ、ちょっと待った。あっぶれ。やばいやばい。撃つな撃つな撃つな、そこで。あっぶれ。やばいやばい。撃つな撃つな、そこで。何やってんだよマジで。うわ、ナイスナイス。え、おいマジかよ。危ねえ。ナイスナイス。え、いやーマジか。オッケー、来た。あ、なんか、お、マジか。いやー、あー、いや、怖え。カカ、ん？なんかおかしいこと言ったぞ。よっしゃ。カカ、ん？なんかおかしいこと言ったぞ。カカだよな。カカカカカカカ。よし。カカ決めんね。カカ決めますね。なんかバグってたけどな途中、カビラさん。カカからカカっつったよね。いや、カカからカカではないね。ね。ジーコからカカだったんだけど。ああ、おお、まあでも正真正銘カカですよ。カフェさんバグることなんてあるんだね。確かに。さあブラジル、これはもうダメ押しのやばすぎる。いいね。あれ、何、どうした、何あれって。おいおい、え、やばいやばい、マジでやばいって。いや、終わってからね。いやおい、はい、なに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 した、なに、なにしたってどういうこと。いや、MVP 絶対カカだよ。あー、やっぱそ、うん、こっちは別に普通だな。あー、まあまあまあ、カカ、それはそうだよ。はいはいはい。おお、なるほどなるほど。あ、カカ3人いるんだ。へー、おい。何してた。いや、あのカカ3トップでボコしてみたっていう企画なんだけどさ。おかしくない、だってさ、ここセンターバックで一番攻守レベルを上げたんだよ。マルキーニョスがずーっと上がるもんでさ、位置変えてもずーっと上がるから、途中でもう3トップにして無理やりもう抜けました。だけど選手紹介の時いなかったよなあいつら。え、いやいや、サブにはしっかりいたから。スタメンだけだけど、別に変えちゃ悪いなんて一言も言ってないから。いや、交換しないだろ。スタメンでやるって言ってんだから。変えちゃダメなんて言いましたっけ。言ってねえよ。カビラさんのカカからカカはマジで受けた。カカからカカ。カカ。